今回はヒップアップトレーニングをやっていきます。全部で3種目やっていきますので、できる方ぜひ一緒にやってみましょう。レッツヒップアップ。まず最初にスクワットからやっていきます。さあ、手を前に出してゆっくりと股関節から体をしゃがむ、上がる。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これでお尻と太ももの後ろの筋肉しっかりと鍛えています。では続いてマットを使ってバックキックやっていきます。バックキックなんですけど、このように四つん這いの姿勢になった状態で片っぽの足を上げます。でこの時背中を反りすぎちゃうと腰痛めちゃうので、なるべく腰反らないように気をつけましょう。じゃあこの状態でこの上がってる足を天井に向かって押し上げて1下げます。はい、2、3、4、腰をなるべく反らないように。はい、5、6、7、8、9、10。では反対の足も置きます。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。はい、では最後ヒップリフトをやっていきます。仰向けで寝ます。で、この時膝90度で手が腰の横に置きます。で、お尻を持ち上げて1、2、3、4、5。お尻しっかり沈みます。6、7、8、9、10。さあ、これでお尻と太ももの後ろ筋肉しっかりと鍛えることができました。ではこの筋トレを1日10回行うと、しっかりとヒップアップね、お尻がキュッと上に持ち上がる感じになってくると思いますので、ぜひやってみてください。